ここもエスペランサの選手たちが動き回って、ほどー来たー、古川信久、久しぶりのゴールが決まりました。エスペランサが先制。ここはコーナーからドンピシャヘッド、エース古川信久にゴールが生まれています。ここは太田雄心のポジショニングに対してもうチーム全員から指示が出てるような感じ。その太田雄心、さあチャンスになる、畑中フリーだ、シュート、決定的な2点目、畑中敦樹がこの時間帯決めてきた。全員で喜ぶエスペランサー。